この番組は中曽根忠とご覧のスポンサーの提供でお送りします。みんなに出動指令がかかった時はみんなまさかって思ったって言ってましたからね。本当に本当かみたいな、誤報じゃないのかって思いつつ、で最先着の舞台から燃えてるっていう無線が入って、結構本当に那覇市全体が暗くなったもんな。残念な経験だけど、残念で終わらせたくないもんね。それ負の事件ではなくて、そこを、ね、ポジティブに変換できたらいいなって思うから、そこはやっていきたいね。そういうことをやりたいなって思うな。自分のやっぱ知識とか経験を生かして何かできることないかなって考えた時に、そうやっぱ防災であったり、あと救急の知識をもっとみんなに普及していきたいなっていうのがあって、応急手当講習であったり、そういう防災に関する、そういう講話であったり、でそれをちょっと妻のキャンプ場を活用して防災キャンプっていうのを1月からちょっとスタートさせていこうと考えて、でそこで防災キャンプをやることで親子で参加してもらって、子供が自分で火起こしができたりとか、テントの設営ができたりとかで、まあ親も含めてなんかそういうビニールシートでじゃあテントを作ってみるとか、もし、ね、あの建物が使えなくなって倒壊してしまったりとか、何かしらお家に住めないような状況になったとか、外で野営をしないといけないっていう時の、まあ、備えとして、そういう、まあ、楽しみながら生きる術みたいなのを身につけてみてもらえたらなと思って、そういったことをやっていきたいな。まあ、で、できれば10月ぐらいには大きなイベントとして楽しく防災を学べる、で消防の時にはできなかった、まあ、ちょっと真面目な感じの防災ではなくて、楽しく学ぶ防災みたいな感じでいろいろ工夫しながらやっていきたいなと。まだ本当にどうしたらいいのか分かってないけども、ちょっとやりたいことは、まあ、防災の知識をちょっとでも還元できたらなと思って、今いろいろ動き出したところです。自分がせっかく12年消防で勤めてきて、で自分にあるのはやっぱ防災とかそういう救急の知識だけなんで、何かパソコンに強いとか動画編集ができるとか、そういうことはもうできる人いっぱいいるんで、まあ、自分にできるそういう防災で、救急の知識とかで、今この首里城のこの火災を経験して、やっぱそこから学んだこととか、まさか、ね、首里城が燃えるなんて誰も思ってなかったし、そこをやっぱまさかに備えるっていうのをみんなに伝えていけるのは自分の役割かなと。それは、貴重な経験だし、それを、燃えてしまったで終わらせたくないし、そこから伝えられるもので、みんなが意識して、まあ、今後火災であったり地震であったり、まあ、台風もそうだけど、まあ、そういう災害に備えつつ、自分たちの家族をやっぱ守っていく、その時にやっぱ、消防とか自衛隊警察だけではやっぱ公的な機関には守る範囲にやっぱ限界があるし、でやっぱそういう時には家族であったり友達とか、そういう身近な人が身近な人と協力して、みんなで助け合うっていうのが一番大事かなと思ってて、まあ、それをできるのは自分のこの経験をみんなに伝えていく、でその中でちょっとでも生存確率を上げていくっていうのがやりたいなって思ったことかな。もう来週から消防だっていう、あれはな、3月27日かに母親が倒れて脳出血で死にかけて、わーと思って、
これは出医療知識もあるから、それで脳幹出血って聞いた時に、脳幹ってこの人間が生きていく上で大事な意識とか呼吸とかそういう生命のこの司る部分で、そこを障害を受けると人は生きていけないって言われている場所で、そこの脳出血って聞いた時に、あ、母親は死んだなって思った。だからそれが、しかもうちの母親離婚してて、神戸で再婚していて、神戸に住んでたから、でその職場から連絡来て、で倒れました、頭痛そうなんですけど病院連れて行っていいですかって話が、でその前日にちょうど来週から消防だねみたいな話を電話でしてて、だから多分その着信履歴に一番上にあったのが自分の名前だったから、職場の人はその番号にかけたんだと思う、でもう病院に連れてってくださいって言って、でその後、救急車で病院行って、で再婚相手のおっちゃんとも仲が良かったから、そのおっちゃんから連絡して、脳幹出血って言われたよって言われて、うわマジかって思って、すぐ神奈川に住んでた姉ちゃんに電話して、倒れたらしい、脳幹出血って、もう多分やばい、母ちゃん死ぬかもみたいな、で死ぬ、もう死に目に会いに行くつもりで兄弟みんな神戸に行って、で、ICU でベッドに横になってるんだけど、意識はあって、でも、ね、脳出血だからちょっと目の方が麻痺で、視点が合ってなくて、で、ああ大変だったんだなって思いながらも、でももう声も出てなくて、死に目に会いに来たつもりだったけど、なんとか一命を取り留めたんだなみたいな、奇跡だと思って、弱ってる母親を見てちょっとしんどくなったけど、でその時に主治医に呼ばれて、でその再婚相手のおっちゃんと2人で話を聞きに行って、でおっちゃんももう医療用語分からんから一緒についてきてってお願いされて、って言ったら、脳出血で倒れて今は意識あるけど、脳出血から3日間がこの脳が浮腫で腫れて、で今は意識あるけどこの後意識がなくなって植物状態になるっていうことも、可能性としてはめちゃくちゃ大きいと。でそうなった時に人工呼吸器をつなぎますかどうしますかみたいな、延命治療をしますかどうかっていうのがあって、で明日までにちょっとその答えを出してくださいみたいな、同意書にサインしてくださいみたいなので、要するに命の選択みたいな感じになって、で再婚相手のおっちゃんはもうお前たち兄弟に任せるから兄弟で話し合ってっていうことで、姉ちゃんと兄貴と3人で話し合って、でそう涙流しながら兄弟3人で初めて兄弟会議を、命の選択の会議をして、まあ結局結果は母親はその後も順調に回復して元気になって、東日本もあったし母親の病気もあったから結構で、その時に母親の対応してくれた救急隊の多分処置が良かったから今の元気な姿っていうのがあるなっていうのもあって、そうだからちょっと気合い入った状態で入局、消防局に入局したっていうのがあるね。消防学校に入校して半年間缶詰学生って言うんだけど、消防学校に入ってるんで、はい、でそこで学生半年間の訓練を終えて卒業したら階級が与えられる。学校はもうやばかったな。沖縄の消防だけなのか他がちょっとどうなのか分からないけど、沖縄ってなんか大企業がない分、公務員になれば安定みたいな、はい、だけど
その行政よりやっぱ消防がいいみたいな、あとは体育会系のメンバーが集まってくるから、うん、結構消防に、合格するのが目標みたいな、うん、そこがゴールの人が結構多くて、はい、で消防学校に入った時によっしゃあとはもう遊ぶだけだみたいな人もいる。それがゴールみたいなのが多分どっかにあってちょっと気が抜けている感じを受けて、自分の場合はちょっと違ってて、なんで那覇消防に入ったかって言ったらオレンジのレスキューに行きたいっていうのがあったから、そのレスキューになるために消防学校でちょっとでも実力をつけて帰ったら即戦力になれるようにみたいな意識で入ってたのと、あと東日本大震災の直後だったし、だからこの救命士の学校の同期はその現場に駆けつけて、緊急消防援助隊として現場に駆けつけて LINE で、ね、速報が入ってきて、うん、今うちの隊はどこどこから入るよみたいな、うわ現場こんな感じだなみたいな、報道とちょっと違うなとか、なんか現地ではこういうのがこんなの持ってった方がいいよとか、そういう情報交換をしてる LINE グループとつながっている状況で行ってる分、やっぱ消防学校ではなんか力が入ってたって言えば力が入ってたかもしれないけど、なんかできることは全てやっていきたいみたいな気持ちで行ったの、行ったな消防学校。今思えばもうちょっと工夫というか、みんなでみんなでもうちょっと高め合うみたいなのができたらよかったんだけど、22歳にはそんな工夫はなくてもう自分のことしか考えられないというか、もうみんなそれぞれが高めていけばいいじゃんみたいな、みんなそんなにやる気ないんだったら俺一人で頑張るわみたいな、一人でやろうとしすぎて、その時につけられたあだ名がベジータって言われて、ベジータお前ほこり高すぎだろみたいな9月の末に消防学校の卒業式があって、でそこで卒業展示訓練とか半年の成果を職場の人とかあとは家族に見せる場があって、そこにうちの母親が来て、もう、まあ、松葉杖つきながらだけど歩いてきて、それを見て半年ぶりに会ったからたまに電話はしてたけど、それでグッと来て、でその中で成長した自分も見せたいなっていうのもあって訓練頑張ってしまって、でその後に式典で一人一人卒業証書授与して、そう最後に優秀賞を発表しますみたいな、うん、誰も知らないし、だから自分も聞かされてないし、でそこで自分の名前が呼ばれた瞬間に母親が号泣してて、あれは、まあ、周りの、ね、この母親のことを知ってるおばちゃんとかからも最高の親孝行したねみたいな言ってくれて、それは良かったかなと。勢いでやめた部分もあってっていうのも、なんだろうな、このやっぱ20代を消防にかけてきたっていうのもあって、でそうレスキューやりたかったし、まあ、自分の立場っていうのも救急救命士で入ったから救急隊になるっていう王道を外れてレスキューに行きたいみたいなのは、やっぱ救急隊としてもレスキューになるにしても一人前って認められないといけないっていう、2人分のなんていうのかな、その努力みたいなのを してきた20代 で結構家族にも負担かけてたし、で、まあ、
結果レスキューもやらせてもらったし、いろんな経験もさせてもらって、でまた救急に戻ってやっていく中で、ちょっとあもっとやりたかったけど、思いつきたわけではなくて、なんか感謝と、まあ、やらせてもらったっていうのと、でそこでなんかちょっとふと冷静になる瞬間があって、結構人生を思い返した時に、高校生の時になんか安定した仕事について家庭を持ってマイホームがあって、で車もちゃんと買って、で家族がいて、で毎年旅行に行ってみたいな、なんかそういう幸せな家庭を築きたいみたいな思いがあった時に、おこの目標全部達成したなみたいな、じゃあ次どんな目標があるかなって考えた時に、やっぱその目標って自分のための目標だったんだけど、その次の目標ってなった時に、家族がいる状態で立てる目標は家族のための目標ってなって、そしたら家族でじゃあ今目標は世界を旅しながら子供たちも一緒に、うん、5人で旅して、5人でいろんな経験をして、で子供たちにもっと豊かにね、この経験を積んでもらいたいっていう思いがあって、そういうことをやっていきたい、家族のために何かやりたいとかって考えた時に、自分のための人生はもうやらしてもらったと、で次はじゃあ家族のための人生だ、家族のために生きていこうみたいな考えた時に、やっぱ消防をやってると行ってきますの、ね、見送る妻の顔はやっぱもう心配な顔だし、常に心配していたし、勤務が終わって訓練が終わって帰ってきてヘトヘトな状態で、子どもたちが公園で遊びに行こうとか、ちょっとドライブ行きたいとかって言っても運転するの怖いぐらい寝不足だし、もう疲れ果ててちょっと寝かしてくれみたいなってやった時に、子どもたちとも遊べないし、妻が毎回心配する仕事ってなった時に、ちょっとこれ家族のためになってないなっていうのもあって、でやりたいこともあったし、もう退職した方がいいのかなみたいな考えたのが去年の6月ぐらいってなったら、その感情になってしまったらもう居づらくてというか、なんかそういう状態で勤務してる自分が嫌で、いても立ってもいられなくて、上司に相談してちょっともう退職考えてます、で3月いっぱい待てないです、12月いっぱいでいいですか、すいませんみたいな感じで辞めた。だから何か準備して辞めたわけでもなく、収入の柱があったから辞めたわけでもなく、何の準備もしてないけど、もう思いがもうそこに向いちゃったから、スタートせずにはいられなかったっていう感じかな。もともとこっちのキャンプ場のホームページと LINE 公式アカウントを作ってくれたのが今の相方で、でその相方がホームページも作れるし LINE も作れると、個人事業主としてやってたのを紹介して、今、地元の同級生が美容クリニックを那覇で開業すると、でホームページはもうのれん分けで、来たから、その大元のホームページがあるから、ホームページはもう世界観が変わらない、でも差別化を図るために LINE 公式アカウントを強化したい、で LINE 公式アカウントを強化するけど、その業者さんが県外の業者さんだから、県内の業者さんとちょっとやりたいと、やっぱ、連絡を密に取りたいし、でそういうできる人知らないって聞かれて、あいるよって今の相方を紹介して、でそこで初めて LINE 公式アカウントで L ステップを使ってやろうってなって、で今その L ステップでその美容クリニックの予約と、決済、あと問診票とか、あと診察券のペーパーレスとか、いろいろ実現したことがあって、でそのおかげでって言ってくれてるんだけど、それでそのクリニックは医療脱毛では沖縄でシェアナンバーワン取って、
で今年の1月から8月の間の売り上げももうこれ2億6千万円で、それは L ステップのおかげだということで、でそれをこの今回個人事業主としてやってくれたし、でそれを紹介してくれた自分もいて、でこれをもう末永く一生お付き合いしてほしいみたいな言ってくれて、でなんならこれを欲している人いっぱいいるよみたいな、そういう経営者とか気づいてない人いっぱいいるし、それを伝えて回るのがお前の役目じゃないかみたいな、でこんなすごい相方がいて2人で会社を起こしてそれをもう本業にしたらいいじゃんみたいなのが、まあ、その時は飲みの席の場で勢いで言ってくれたんだけど、確かにもう退職したい気持ちも退職するって心で決めて、何するかキャンプ場は茜が頑張ってるし、じゃあ俺は何するかって言ったら、じゃあそれをやろうってなって、この相方と一緒に会社を立ち上げて、自分としてはゆくゆく法人化するんだったら最初から法人化でいいじゃんみたいな、まあ簡単なノリみたいな感じで、そうやっちゃった。めちゃくちゃそうこうしなきゃああしなきゃみたいな、勉強しなきゃ数字を立てなきゃとか、ね、経営者とはみたいなのとかいろいろ勉強して、ガチガチで頭でっかちになってたのが1月2月3月で、4月にお兄ちゃんと出会って、お兄ちゃんはもともと教員もやっていて、で今は面白いバックパッカーというか、ね、面白い人生観を持っている人 でその人生観でいろいろ人に気づかせてくれる存在というか、頑張りすぎるなみたいなのを言ってくれた人かな、おりちゃんは。でそれで、ね、夫婦で頑張りすぎていたからやっぱ退職して公務員っていう安定を捨てて今から茨の道を進むんだって夫婦で決断していろいろ覚悟を持ってやってたけど、その覚悟がちょっと悪い方向ではないけど変に肩に力が入りすぎて、そうガチガチでなんか楽しんでない、ちょっと苦しんでいたのかな。でそれが気づかせてくれたのがお兄ちゃん でそっから、もっとワクワクだとか楽しいこととかで、ここに来てくれる人、キャンプ場もそうだけど自分の会社としても、うん、この会社にお願いしたいとかこのキャンプ場に来たいとか思ってもらえるには、やっぱスタッフ経営者がやっぱ楽しんでないといけないなって、苦しんでいる状況で経営しててもあんまりその人に仕事お願いしたくないなって思ったのがきっかけで、それを気づかせてくれたのがお兄ちゃん。でそこでお兄ちゃんが会わせてくれたのが北海道でもうバリバリ経営している友達を紹介してくれて、でもう大先輩なんだけど、でその人もやっぱそんな数字で経営するなよみたいな、ワクワクが大事だよみたいなのとか結構言ってくれて、でそっからなんかちょっと肩の荷が下りて、うん、やっぱやりたいようにというか、その数字を追うっていうよりは自分がやりたいこと、何をしたくて起業したのかとか、その辺をもう一回思い直して、まあ、家族のために辞めたし、仕事のために仕事をするんじゃなくて家族のために仕事をするっていうのもあって、そこをなんかいろいろ考え直して、うん、なんか最初は数字とか経営とはみたいなのから、今は何がやりたいのか、自分にできることは何かとか、それでどういうふうに人の役に立てるのかとか、それを考えた時にめちゃくちゃ動きやすくなったというか、そこからなんかすっきり会社が動き始めたかなっていう感じ、実感はある。どういう時が楽しいと思える？あー、はいはいはい、結構楽しいの概念は
なんだろうな、そんな定まってはいないけど、どっちかというとみんなで何かをするとか、家族もそうだけど友達とか知り合いが集まって何かをするみたいなのがめっちゃ好きで、だお家も人を呼ぶために作ったお家で、マイホームもリビングを広くして人が集まってワイワイできるようなのとかって、それが楽しいと思ってるから、だから結構、キャンプ場にみんな来てよっていう時も、家族でキャンプする時は知り合いもみんな呼んでみんなでキャンプするみたいなのとか、みんなで何かをするみたいなのが結構好きで、そう、消防時代もハーリー大会とか、そういう消防で出る時はそういうのみんなで何かをするのが好きだったから、そうキャプテンやったりとか、そうなんかみんなで何かを、目標があってそれに向かって何かをするみたいな、で何が起こるか分からないみたいなのが結構ワクワクして、それが楽しいかな。だから仕事で言うと何が楽しいかっていうと、その数字を追いかけるっていうよりは、何がしたいか、自分で言うと家族で海外旅行が行きたいとか、海外に行けるようなちゃんとっていうことは、収入がしっかりないといけないから、そういうちゃんと収入が作れるようにみたいな、でその中でいろいろ今まで LINE 公式アカウントの会社としてやってきたけど、俺だって防災できるじゃんみたいな、防災もやってみようか、やってみようぜみたいなのが、そうワクワクして、じゃあ次の授業はじゃあ防災に力入れましょうかみたいな、で相方が飛行機が好きだから、じゃあその LINE でやって、次防災に力入れて、その次はじゃあ航空事業だなみたいな、よし航空事業も行くぞみたいな、でそうやるためにはどうしたらいいのかみたいな、今度逆算して、よしじゃあ今年はこれをやっていこうみたいな段取りを作って、その通りに行動していくみたいな、でそれが楽しい。やっぱ自分で守ってほしいっていうのもあるし、結構この救急の現場で、あったのが、心肺停止の現場でお父さんがお家で急に倒れたってなった時に、たまたま娘さんが職場の実習でその応急手当講習を学んでた、それが直近1ヶ月ぐらいでそれを学んでて、たまたまそういう時にお父さんが自宅で倒れて、で弟に119番通報させつつ自分で心肺蘇生法をやって、で僕ら救急隊として現場に駆けつけた時にはしっかり有効な心臓マッサージ、心肺蘇生法が行われてて、で、しっかり誘導も入ってくれて、救急隊が迷うことなくその現場に行けた、で僕らが到着して、まあ、ちょっと専門的な処置をして病院に搬送して、でその方は一命を取り留めて、で2週間後にはもう病院を退院できるぐらい社会復帰されてっていうのが結構インパクトが強くて、でそれって、娘さんがたまたまその応急手当講習を受けてたっていう、たまたまだったかもしれないけど、それを意識的にみんなが防災の知識を身につけてやることで、家族が守れるんだなっていうのを実感した経験にもなったし、それは自分がもし、家族に何かあった時は自分がいれば助けてあげられるかもしれないけど、自分がいない時にじゃあ子供が怪我をしてしまった、倒れた、じゃあ自分の妻が適切な処置ができるか、ちゃんと行動ができるのかっていうところを、やっぱ不安にもなるし、でそれを不安のまま終わらせたくないから、そこをしっかり備えて、なんか妻と一緒に話してる時はこういった時はこういうふうにまず119番通報して、でこういうふうに病院との手配であったり保険証を持ち歩こうねとか、そういったことは常に話はしてて、でそういった会話をみんながやったら、そう本当に医療的にも、災害にもそうだし、そういう自分たちで自分の身は守る、自分で自分の身を守るのはもちろんだけど、手の届く範囲の大切な人たちも守れるといいよねっていうのが結構強い、災害っていうと、大きな自然災害を
結構想定しがちだけど、まあ、ちょっとしたボヤでも火災だし、ね、海に泳ぎに行ってとか川で泳いでて溺れるっていうのも水難事故っていう、もうこれも災害にもなるし、でそれは大雨が降って、もちろん土砂崩れっていうのも災害だけど、まあ、いろんなところにやっぱ、困難というか、そういう災害っていうとちょっと大げさかもしれないけど、まあ、事故が起こりやすい。それって、ね、ちゃんと備えていれば、みんなが知識があれば、大雨が降ってここ、この土壌が弱いから大雨降った時にはちょっと逃げる意識みたいな、ちょっと車に荷物乗せとこうかとか、なんならちょっと、まあ、ドライブがてら安全なところに移動しとくか、で、まあ、そういったことをちょっとでも意識できれば、土砂崩れが起きても犠牲者は減るだろうし、なのでそういう海に遊びに行った時に子供が溺れても、AED の場所を把握してたりとか、コンビニに AED があるんだって知ってるだけでいいと思うし、そういうなんかちょっとした豆知識みたいな感じで雑学的に防災の知識をみんなが持ってれば、ちょっとでも、ね、最低水準を上げれると、結構日本の、その特殊な環境で過ごしている日本人だからこそ、やっぱ災害に強い国民だよねってなるといいなと思います。いろいろな場面で多分、まあ、12年の経験っていうのは、まあ、自分が消防に勤めてた中で救急隊はもちろん水難救助隊もやったし、でレスキューもやったし、で特殊災害対応隊っていうところもやったし、いろんな災害を見てきた中で全国的に起きている災害をやっぱ情報を集めてるし、そういった時に消防機関はどういう活動をやったっていうことも経験知識としてあるんで、机上のやっぱ空論ではないけど、それをまあ現場の声として伝えられるのはとても大きいかなと思ってて、で、まあ、こういう首里城火災って、まあ、特殊な火災をやっぱ目の当たりにしてきてるっていうところで、そういうその話はどんどん伝えて、そこの現場でのリアルな活動がどういう活動をしたからこういう結果になったとか、どういう備えをしてたからこういう結果になったとかっていう結果を話ができるかなと思って、やっぱ想定を超えてくるのが災害だったりするんで、そこに備えるためのやっぱ、お話ができるのは自分の役目かなと思います。消防として、まあ、行政としてやっぱ行ける範囲と行けない範囲があると思ってて、で大規模な災害になってくるとやっぱトリアージっていうのが必要になってきて、助かる命と、ちょっと厳しいかも、時間がかかるかもって、確実に助けられるところを助けに行こうっていうのが基本的な災害の考えであって、じゃあ助けきれないってなったところを、やっぱりそこをじゃあ諦めるのかっていうと、家族はやっぱ諦められないと思うし、そこをみんながそこの知識があれば、消防は向こうに行くだろうな、自衛隊はここに行くだろうな、警察はここに行くだろうな、じゃあここに絶対来るっていう保証がない、でもそこは諦められないから、そこをやっぱ身内で乗り切るっていうのが結構大事になってくるかなと個人的には思って、そこのまあちょっと底上げをできたらなと思います。